こんにちは。はい、さあ豊さん、はい、今年はやっぱりこの12チームズの中で新庄監督の、まあ、ちっちゃい S 入れた12チームズ入れなかった実際入りました。入った。やだ、気づかなかった。そうか、12チームの中で、はい、やっぱり新庄監督の3年目の手腕というか、はい、そういうものが非常にこうピックアップというか、はい、されてる。ただ去年岡田監督の昭和野球というものが非常に、はい、あの注目された年でもありましたけれども、今日はちょっとそのいろんな監督さんの手腕、名将と言われる監督さんを豊さんに紐解いていただきたいなと思うんですけれども、まあイコール、はい、やっぱ西武がね苦しんでるから、まあ、どういう監督さんがいいんだろうと、はい、うん、誰ではなくて、はい、どういう像がいいんだろうみたいな感じだろ、うん、そうです。まずやっぱり豊さんの中でいろんなその名将っていると思うんですけれども、まずまあ挙げていくと、そうだな、うん、昔昭和とか、はい、そういう監督さんってやっぱ熱があったよ、うん、情熱があった、はい、勝つためには手段を選ばないというか、まあ、星野さんが代表的なんだけど、はい、まあ、殴る蹴る、ね、蹴ってましたね。いやだけど優勝させるという、はい、で給料だって誰一人ダウンがなかったという。え、そうなんですか。みんなが上がっていったという、まあ、代表的なのはね、はい、でも長嶋さんが例えば最下位になった時に、うん、伊藤に連れてって地獄の伊藤キャンプって言ってやって翌年優勝したとか、はい、働き方改革、うん、まあ、今のプロ野球の中にも入ってきてるよ、うん、でも昔はそういうことがなかったらやっぱね一人の選手を育てるのに熱があったな、うん、だから今それをやったらどうなんだろうと思うけど、はい、それ今できないんだろ。今それがまたパワハラになる場合もあるっていう。でも選手が育ったらどうなの。それはもう成功ですよね。 そうでしょ。いやだからそれに怖がってる今のご時世があるというか。そうです、ね、うん、これはもうしょうがないよね。でも そこを持てないと、うん、俺ね教育ってね一番何が大事かというとやっぱ愛情だと思うんだよ、はい、自分の子供をほっとけるか。いや、ほっとけないです、ね、ほっとけないよね、うん、それは愛情かけるよね、はい、それと同じような気持ちで選手と接することができるかっていうことで、うん、だから野村監督はできたと思う。長嶋監督もできたと思う、はい、いろいろ名将と言われる人間は多分それができたと思う、うん、だ今だじゃあそれができる監督は誰がいるかっていうといないよ。そうですね、新庄監督。だ新庄監督な、ね、まあ、愛情という意味ではね、はい、だ岡田監督も愛情はあるだろうし、うん、でも冷めてる監督、うん、見え方が冷めてる監督っていうのもいるし ね、うん、でもやっぱみんな昔はやっぱこう熱があったというか、うん、だかそれが正しい熱だったのか間違った熱だったのかっていうのは別問題として、うん、勝つことに対してチームがやっぱ負けるっていうのがプライドとして許されないとか、まあ、そういうことはあったよね。まあ、紐解いていくと私はちょっとリアルタイムでは見てないんですが、広岡監督はやっぱり名将というふうに言われてます、まあ、そうだね。広岡監督は徹底的に教えたな、野球を徹底的に教えて管理をした。管理型の監督。そう、管理型と徹底的な教育型だよ。教育型、それ例えばどういうふうな。だから指導者と教育者って違うでしょ。で昔は両方兼ね備えたというかさ、やっぱ教育者も含んでたという、うん、野球の1たす1を教えていったという。もう本当に事細かに。そう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 。で自分がってことですよね、自ら。いや自分が教えてる、うん、野球を教わった人ってたくさんいたと思うよ。広岡さんからは。広岡さんを代表するとやっぱり例えば西武、まあ、西武だね、まあ、ヤクルト西武だね。ヤクルトと西武、うん、あのもちろんその広岡さんが就任した時っていうのはヤクルト西武っていうのは弱かった。いやもちろんその当時どういうふうにしてじゃあ指導的に。いや例えばさヤクルト、まあ、ヤクルト行った時に、うん、まあ、遠征のバスとか乗ってて、はい、ね、休憩に入ります、うん、その当時っていうのはさ、うん、バス移動とかも電車移動とかも大変な時代、うん、まだ広岡さんが監督やった時代は、うん、その時に移動だけだからお酒を買って、はい、バスの中で飲むと、うん、これを良しとしなかった人なんだ。ダメだったんですか。いやそれはやっぱ管理だし。徹底してますよね。いやその移動でどれだけのスタミナを使ったりだとかどれだけのストレスがあるんだと体にね、うん、でそういうことを飲んでるようでは自覚という意味では足りないと、
そういうことから細かく教育をしていった、はい、だから米を食うなとかじゃなくて、うん、肉を食うなじゃなくて、うん、なぜこれを食べたらいいのかって体に、そしたらどういうパフォーマンスになるんだと、そしたらこういう風になってくるだろうって、じゃあなんでタバコはダメなんだと、うんうん、そういうことを全部教えていった人なんだ。だから選手たちもそれについていったっていうことなんですか、ね、ついていかなかったけど、ついていかざるを得なかったんだ、厳しかったから。でもその結果が優勝に結びついてるから、みんな納得したわけ。だから周りは八木さんチームだとか、ね、言うけど、いや別に食ってもいいんだと、でも量があると、で日々どういうものを食べればいいのかっていうことがあると、もう上辺しか見てない人はそうやって言ったかもわからないけど、やっぱ徹底して管理をするとそこに行き着くわけよ。それでパフォーマンスが上がると、で結果優勝すると、はい、そしたらみんなが給料上がると、うん、納得をすると、うん、だから広岡さんっていうのは持った時には厳しい嫌な監督だったかもわからないけど、うん、最後にはやっぱり広岡さんに感謝する人がたくさんいるという。練習もやっぱり徹底してたんですか？そりゃ徹底するよ。キャッチボールできないやつはだけやったから。あ、そうなんですね、うん、基本。でもそれは広岡さんが自分で動かして体を見本として見せるという、だから山本イソログなんだよ。自ら見せて、見せて、うん、やってみて、うん、でできたら褒めるという、はい、だからそういう人がやっぱ名将だったの昔はね、うん、その広岡さんと同じイズムを引き継いでいるような監督っていうのは今だ、岡田さんだよ。あ、岡田さんもそうなんだ。いやだって同じ早稲田で、だから岡田さんも就任当初、はい、そらね、もう就任した年が悪いよ。その前はやっぱり自分で取って見せたりとかしてたでしょ、はい、去年でもそうでしょ、うん、でバッティングだってこうやって今バット持ってこうやって教えようとするでしょ、うん、でも本当はね、自分で動いて見せてあげたいんだよ。そしたら説得力も増すし、はい、いやだけどまあそれができないのがもどかしいかもわからないけども、うん、やっぱ管理とか戦略の立て方、食べ物までは言わないけどね、うん、お母さんは酒好きだからいやだけど言わないかもわかんないけども、はい、徹底してるっていうことは、戦略とかね、はい、作戦の立て方とか、うん、そういうのはやっぱ広岡さんに似てる。広岡さん、まあ、西武でもやってたんですけども、同じ西武でも例えば似てるような感じ。いやだから西武もそうだから、西武の血を引いてるなと思うのは工藤だよね。工藤さん、うん、ソフトバンクでやった、はい、でやっぱり選手を徹底した管理をさせる。で工藤が就任した時にちょっと話したことあるけども、はい、まず監督として何やりたいかって言ったら、うん、選手を怪我をしない体を管理したいと、うん、監督としてはそれだけでいいと、はい、戦略とか戦術とか、うん、そういう前に故障しない体を作らすために、まあ、栄養学だとか、はい、そういうことを用いみたいと、うん、だから広岡さんと結構似てるなと思ったんだ。あの管理型ですね。管理型。あ、確かにそうだ。また一緒にやっていた秋山監督はまたちょっとも違うんですね。まあ、ちょっと違う感じがするな。ちょっと自由を与えながら少し緩みがあったかなっていう感じ、うん、はしたけどね。あとやっぱりその頃というとちょっとあれですけども、野村監督。野村監督は再生工場と言われたように、やっぱり人の気持ちに動ったりかける。どちらかというと出がらしたお茶をいかにうまいお茶に変えるかという、うん、ああなるほどな、うん、それはこっちが工夫しなきゃいけないと。入れるお湯の温度とかもこっちは考えると、はい、でももう一回香り高いお茶になりたいだろうみたいな、うん、そういうところでくすぐるタイプだよね。だからヤクルトもそうですし、阪神、そして楽天とね行きましたけれども、だからないものから絞り出して戦える選手監督だったら、再生型ですか、ね、そうだね。で、まあ、それだけではないけどね、うん、まあ、育成ももちろん古田というキャッチャーを育成したように作り上げることもできたし、はい、やっぱうまかったのは人の心に訴えかけるという、うん、そういうこうなんていうの、まあ、精神論者じゃないけども、気持ちを大事にした人だよね。なんか論理もあるよ、もちろん、はい、理論も論理もあるけども、もちろん徹底したミーティング型だしね。そうですよね、うん、だから一球入る、なぜこっから入るのかということを常に解いていった人だから、うん、
だからこんなボールに力があるやつはど真ん中から入れって思うけどもさ、はい、うん、そうじゃなくてやっぱ徹底して力の落ちた選手でもこうやったらこう考えたら力が発揮できるし自分の助けになるっていうことをずっと解いていった人だから、うん、徹底したミーティング型だよね。ですよね。だからやっぱりキャッチャーでもマスというか、うん、そこでこう何通りにも配球あれして、うん、例えば古田さん楽天だと島選手とかそういった選手を育てたというか、まあそうだね、まあ、例えば中継ぎでも数が試合出る、うん、そうなったら先発をライトに持っていって一、うん、人だけ、うん、ワンポイントで持ってきてもう一回先発を戻すとかね、まあ、そういうこと、そういう発想が、うん、まあ、豊かな人だったね。ですよね。やっぱり野村さんと対峙されるのはやっぱり長嶋さんだと思うんですけれども、うん、長嶋監督っていうのはまたどういう、まあ、道の監督だよね。動く方、うん、だからまあとにかく動いて動いて、うん、やっぱりやっていく方かな、うん、ね、言葉もそうだしパフォーマンスでもそうです、まあ、とにかくスパルタだったよね。意外です、ね、意外でしょ、はい、意外だけど俺は長嶋さんっていうのは徹底していいものを使うし、はい、悪いものは使わない。あ、今日も誰なら今日も誰ならってもう関係なく、はい、もうスパルタで言ってたよね。意外ですね、うん、その長嶋さんの出雲を引いた監督っていうのは言いましたこれまで。やっぱり原監督が似てるっちゃ似てるけども、うん、でもそこまでスパルタではなかったね。長嶋さんそんなだったんですか。いや、長嶋さんはスパルタだったと思う。へ、徹底していいものを使うって、うんうんうん、壊れましたいや、でもそういうこともあるよ。そんなことあったんですか。いや、それはあるよ、そら。やっぱ勝つためにはリスクは伴ってくるからさ、うん、あるよね。あ、そうか。カトリ、カトリ、カトリカトリ、カトリ、カトリで、壊れました。私は出ていきますみたいな。いや、それで出ていったのかどうかわからないけども、はいはい、まあでも本当に徹底してたよね。ニウラ、ニウラ、ニウラとか言って。そうなんですね、うん、いいものは絶対に使い続けるっていう。使い続けるという。で、その原監督は、まあ、似てるようだけどまた若干ちょっと違うっていう。まあ違うよね、うん、まあいいものは確かにね、監督としては使いたいと思うけども、やっぱりそこら辺でやっぱあまり無理させると壊れるっていうのは、うん、原監督は分かってたから見てそれはなかなかそこまでは強烈には使わなかったよね、うん、でも監督としてはね、原監督は非常にあのね、監督の歴代の勝利もそうですし、まあまあそうだね、すごい名将ですよね、うん、もちろんね、その時にいたあの選手たちにも恵まれてるっていうのももちろんあると思うんですけど、まあでもあのはっきり型だな、原監督は、はい、もうとにかくレギュラー扱いする人間はレギュラー、うん、控えは控えっていうふうに、うん、墨分けはしっかりして使ってたな、うん、中途半端では使わないし、中途半端でその気にはさせない、うんうん、っていう感じの監督だったな。はっきりましたね。はっきり型ですね。はっきり型だな。あとはやっぱりあの強い中日を築き上げたというか、はい、ね、率いたのが落合さん。今のその若い世代でもやっぱり知らないけれども、落合さんってやっぱすごい監督だったんだよねっていうのはみんな言ってることなんですよ。豊さんは信頼だな。信頼だね。風林火山これあのなんか聞いたんですよね、豊さんが落合さん。いや、だから調子の悪い時でもメンバー変えないのかとかいうふうに聞いたら、数字を持ってるということでね、選手が、いや、このままでいいんだ、終わった時には必ず数字は残ってる、そしたらその数字を残し出した時に初めて成績になってくるから、慌てなくていい。だからまあ信頼だよね、自分が鍛え上げるというか、キャンプの時からずっとやってきて鍛え上げて、まあ、構想を練って、うん、その構想がブレないという監督だったな。そうですよね。あとキャンプでのあのロッキン、はい、もうあれは落合さんの時からなんですか。まあそうだな、うん、まあ、ロッキンっていうのはまあ6連戦あんのに、そうですなんでロッキンやんねんだみたいな、そうそう、試合ではやんない、練習はやんないのかみたいな、はい、まあ、そういう発想からだよね。ですよね。まあ、理にかなってるっちゃ理にかなってるし、うん、だからまあ西武にはどういう監督がいいかというと、やっぱ教育者がいいな、まずは管理で教育ってことですか、うんうん、だから広岡さん方がいいなっていう、あ、やっぱ教えないとダメだわ、まずは野球とやっぱ管理ということ、うん、人としてどうすべきかということも含めてやっぱ管理が必要だと、うん、じゃないとやっぱ西武はちょこちょこ問題が出る、うんうん、
いろんなことでね。そうですね。YouTube やってるとよくそういうことが敏感で撮るか撮らないかって悩むとか。悩みますね。悩むよな。はい。だからセーブ一番多いんだもん。非常に多かったですね。で入ってくるな。な案件も多いしさ、はい、案件っていうか、いやなんかなん SNS でどっかの女の子がどうのこうのとか、そうそうそうこれまたセーブかみたいな。多いですね。だやっぱり教育者が、うん、教育とやっぱ徹底した管理、うん、まあそういうのが必要かなって思うね。それが俺勝つ第一の早道だと思う、うんうん、そしたら選手が野球にこう入っていけるかなと。ねうんまあ、そんな感じもするし、ね、うん、教育者がいいなって思うね。そうですよね。まあね、時代を経て今は例えば新庄監督のようなね、また新しいタイプの監督もいれば、はい、もちろん阪神を率いているのは昭和の岡田監督が、まあそうだね、はい、いたりなど、あとね、例えばソフトバンクの国防監督、まあ、王さんの下で学ばれた国防監督がいたりとか、はい、まあ、いろんなタイプの監督がね、本当いらっしゃいますよね。まあ、いろんな形はあるけどもね、うん、まあ、ただその指導者と教育者と、はい、いろんなことを並べたときには西武は教育者だな、次期監督は、うん、次期監督はね、そう、まあ、そうあってほしいなと思うね。そうですね、はい。